伝説はいつも君の手の中にある。さあ始まりました、ナログランデのスペシャル音楽番組です。今夜も他ではなかなか語られていない音楽の話をしていきたいと思います。まず最初に、最近私 YouTube 投稿してますよね。今実は毎日投稿っていうのを目標で頑張っています。なのでまあ時間はね、何時にアップされるかっていうのはちょっとまだ決めてないんですけれども、毎日アップしてますんで必ず見逃さないように、よかったらねチャンネル登録をしていってください。1年ぐらいね動画投稿したら、まあ、どんくらい伸びるのかなっていうふうに思ってるんですけど、特に何ていうかチャンネル登録を増やす方法とかそういうの考えてなくて、ノープランでただ投稿してるだけなので、おそらくそんな増えないとは思うんですけれども、まあその話は置いておこう。今回の話は歌の順応性を極めろっていうお話です。これですね、私のボイトレに行った時の体験のお話になるんですけども、大体ボイトレ教室に行くと課題曲っていうのを出されるんですよね。でその時やっていた課題曲が、まあ、そこのボイトレ教室洋楽をやらされることが多いんですけども、デスペラードっていう曲をやっていました。まあ、洋楽の中でこのデスペラードは結構スタンダードの曲なんですけども、結構練習していって、まあ、ある程度その曲が歌えるようになった時のことの時のお話です。やばいな、今日めちゃくちゃ噛んでるな。ちょっとね睡眠時間が3時間しかなかったもんで頭が全然回ってません。目覚まし時計もね、もう今のこの目覚ましの音に飽きちゃったんで、もう別の目覚ましのアプリをねインストールしようと思ってたんですけど、でインストールしてたら隣で猫がニヤニヤ言ってるの。その目覚まし時計のアプリをインストールしてる最中に寝てしまったんで、次の日は寝坊しました。さすがに話がそれすぎちゃったんでちょっとカットしました。もう編集しないでやろうかなと思ったんですけど、でそのボイトレ教室で言われたのが、課題曲がある程度うまく歌えるようになってきて、その後にじゃあもっと泥臭く歌ってみて、しかも語りかけるように、まあそういう風に言われてんのにもいきなりムズっていう風に思ったんですけど、語りかけるようにとか泥臭いように歌うように頑張ると今度発声とかの方がおろそかになっちゃうっていうか、まあ意識がねまだこっちをやったらこっちだけとか、こっちをやったらこっちだけみたいな、ちょっと今めちゃくちゃな例えになってしまったんですけど、まあ、そんな感じになっちゃうんで、結局ねその日はうまくできませんでした、残念ながら。そしてこれ私が心がけていることになるんですけども、次のレッスンまでにその前回のレッスンまでの内容をしっかり復習して、なんとか次のレッスンの時には先生をギャフンと言わせてやろうっていう風に思ってやってるわけですよ。もちろんその時は泥臭いようにとか語りかけるようにって言われたんで、それが全然できなくて悔しかったんで、でお家に帰ってねもういろいろ研究して、玉置浩二さんの語りかけるような感じとかそういうのを研究したりとか、他にもいろんなアーティストですよ、で原曲をもう一回聴き直してみたりとか、でそのライブバージョンを聴いてみたりとかいろいろして、もう先生をもうなんとかねこうグーの音も出ないようにしてやろうというふうに思って、いざレッスンに行きました。でねもう先生のその時の要望にがっつり応えられるようにして作戦を練ってきたわけですよ。で歌ってみたらやっぱりねかなり対策をしていたので、かなりいい出来だねっていうふうに褒められたんですけれども、今度は先生にこれねまた返り討ちにやっちゃったんですよ。今から曲中に俺が手を挙げる時は原曲をアレンジして歌って、でそれで手を下げた時は原曲通りに歌ってねっていう風に言われたんですよね。またまたむずいこと言ってくんなーっていう風に思ったんですけれども、案の定ねもう先生もこうやって上げ下げして原曲通りに歌ってそれでアレンジしてって、もちろんアレンジってなんかその曲のねそのメロを変えるだけじゃなくてリズムもアレンジしたりとかで、語りかけるように歌ったりとか流れるように歌ったりとか、もういろいろアレンジしまくって、でまあその時もね結構ボロボロにやられてしまったんですけれども、次こそ先生をギャフンって言わせてやろうと思って、まあ今はそれがねちょっと前の話になるんで、今もうなんとかそれを乗り越えて今また新しい課題曲をもらってやっています。で別に洋楽得意ではないんですけど、また洋楽が課題曲になってしまいました。で一応これスペシャル音楽番組とか名乗っているので、皆さんに歌が上手くなるためのワンポイント講座ではないですけれども、一つくらいねなんかそういうのを混ぜておかないと、そのボイトレに行っただけのお話になっちゃうので、じゃあ今回覚えておいてほしいことの一つっていうのが、特に語りかけるように歌うっていうのが素人の方にはかなり難しいと思うんですよ。でその時に気持ちだけ込めて一生懸命語りかけるように歌ったら案の定ひどいことになってしまうんですよね。これどうしたらいいのかっていうと、その歌とは別にリズムのトレーニングをする必要があります。このリズムの中でうまく語りかけるように歌うっていうのがポイントになります。ルールの中で上手に音楽を崩してまとめていくっていうのが、ポイントになっていますんで、まあ、ちょっとかなりね難しい話にはなるんですけれども、ぜひ皆さんもトライしてみてください。ということでまた次回の放送でお会いしましょう。
縮こまってしまった。